降ってるな。おはようございます。おはようございます。おはようございます。最近どうですか。一文にどうなの？一文にいます。いやちょっと私が担当している月火水は年齢がぐっとありまして、一番年下なんですよ私が。え、いくつよ。今年30になります。若いね。いや今年30になる私がスタジオの中で一番年齢が下ということで、まあ後輩が入ってきていろんなね気の使いとかそういうの後輩がやってくれてたの一気に私がやらなければと。ただそこまでの気遣いはできてないですね。もう戻れない。戻れない。もうやってもらう方になっちゃった。そう、あぐらをかいていました。ダメですね。いつでも初心に帰る。誰の存在の大きさを今一番ひしひしと感じてるの。あー、これ忖度が生まれるな。かなり忖度が生まれる。ちょっとポスター見とこう。ポスター。あ、やっぱり一番この方にいてほしかったなと思うのはやっぱり小俣さんですね。小俣さんですね。本当にもう一森の便利屋さん。いや言い方何でもできる子。すべ、ね、て器用に何でもやってくれる。しかもね、優しいから気も使える子だし、やっぱそういう方がいてくれることは当たり前だと思って毎日やっているからこそ、逆にこういう期間はちゃんとしなきゃいけないよっていうのを改めて感じますね。僕らもほら若いと思ってみんな一緒に年取ってるじゃないですか。そうなんですよ。そうなの。いっちゃってるよね年。だって私が初めて一森のこうレギュラーメンバーというかファミリーに入れてもらったのが入社3年目、今年8年目。考え方も古いだろうし見た目もきつくなってると思う。かなり、まあ、外出自粛で、はい、まあ、みんな我慢してるところ、ね、そうですね。外に出たい。何してんの家でですか。あ、ごめんなさい。有料チャンネルに頼ってます本当に。はい、がっちり有料チャンネルに頼ってるんですけど。室岡さんどういうものを見るわけ。私天才の話が好きなんですよ。もう天才が大好き。とにかくもうあのその道を極めたとかじゃなくて、学力的にもう IQ が高いみたいな。もう天才が大好き。あともうドカーンみたいな、ドゥルルルルみたいなのが大好き。スターウォーズ大好きなの。そう、ああいうのが好きなのね。大好き。もう天才の話が好きなんで、こう頭が良すぎるあまり人間とのコミュニケーションがうまく取れないけど、でもそれでももう難事件とか、もう世界的危機を学力で救うみたいな、そういうの好き。そういうの好き。そればっかり見てる。そればっかり見てます。あの1週間とかお休みもらって見るときと違って、やっぱりきちんと見なければ、今をちゃんとキャッチしなければと思って見ると、やっぱおい一文に面白いな。イエス万世。ディバイドモーニングはもうきっちりきちきちと、たまにあこういう情報、あじゃあ後で一文で言おうか。いや言うなよ。まあ、一文にあげてそれでね、はい、明るくね元気になる企画ありますね。今ね元気になる企画ありますよ。ハッシュタグ寝癖選手権。まずあの寝癖選手権ね、この方、この方ちょっと足りなかったですね、努力が。まだ3年目4年目まあ守りに入る気持ちも分かる、分かる分かる分かる。まだね捨てきれない、いろんなものまだ大事な時期だから。そうだね。そうです。残すわけいかないね。そうですそうです、うん、我々が、まあ、私なんかスターウォーズ、大野さんはマレフィセント、いろんな衣装で表現してきましたけど、そっちの世界には私行けないんでって
彼女に言われた時にはやっぱショックでしたね。ショックでした。福永さんにはもっと自分を出してほしいです、ね、もっと出る、もっと出る。そんなことを思いながら、はい、見てるわけですね。そうです。ありがとうございました。お粗末様でした。ありがとうございます。愛子さん